届いた届いたー、やったー。レッチ、何買ってきたの？これね、アマゾンでさ、海外のスライムキットが売ってたから買っちゃったんだよね。すごい。だからこれ使って一緒に遊ぼうよ。うん、遊ぶ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 。ミルキッズクラブ、ミルキッズクラブの時間だよ。ちひろです。ぐっちです。ということで今日はこのアマゾンで買った海外のスライムキットを使っていろんな種類のスライムを作っていきたいと思います。これね、アマゾンのサイトでは200個のラメとかパーツが入っているって書いてある。でも200種類はさすがに多すぎるので、今回はじゃん、くじを作ってきたので、このくじを引いてどんなスライムを作るか決めましょう。それじゃあ早速作ってみる。さあ、こんなにたくさんあります。ちひろさん、気になるやつある？取ってもらってみて。あ、これね、目玉。 あとは、なんか気になるやつある？じゃん、お、なんだそれ。あ、これかわいいじゃん。今回は1人3つずつスライムを作っていきます。まずはスライムの色を決めるので、じゃん、こちらの生地、あ、じゃん、こちらのくじを引いてください。はい、何が出るかな、何が出るかな。じゃん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 。じゃあ僕も引きます。せーのだけ。お、せーの、じゃん。はい、探します。レディーゴー。まんじゃん、あたたた。次はスライムに混ぜるパーツのくじを引きましょう。これ何ですか？ビーズ。発泡スチロール。ダメダメ。はい、デコパーツ。そして粘土。さあ、全部で6種類あります、パーツ類が。この中から1人3つまで選んで引いていきます。どれにしますか？さあ、じゃあ僕はね、粘土にします。じゃあ2個目、ラメ。ラメ、はい。じゃあラメから1つ選んで、じゃん。結果の中央。僕はね、じゃこれビーズ。あ、これ、じゃん。発泡スチロール。じゃあ、じゃあ1個ずつ、じゃん。これ1つ目、せーの、じゃん。じゃあこれを探しましょう。お、はい、よし。じゃあ次2個目、せーの、じゃん。ちょっと僕、僕これかな。じゃん、よし、ラスト、せーの、じゃん。そして、そして最後に、じゃん。はい、この中から好きなの一つだけ選んでください。僕はもうパッと見、もうこれ。じゃあ、ちひろちゃん、じゃあ自分のパツコを見てみてさ、どんなスライムになりそう？まずスライムだぞ。落ちない。お、スライム、これね、手に全くつかないね、遊びやすいね、気持ちいい。パツを入れていきましょう。じゃあ、ちひろちゃんから好きな時、うまいよ、面白い。お、ハートじゃん。じゃあ僕、いきます。まずはじゃあ紙粘土から。お、もうこれだけでいいんじゃねえかっていうくらい。伸ばしてみてくれ。すごい、もうこれだけでいいの。すげえ伸びるじゃん、ガムみたいじゃん。そんな、はっ、いや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 、まだ伸びんのかい。おお、意外と綺麗。そして、カラフルなやつ。お、あ、
もうなんかいい感じだ。透明ですからね。おお、あの水まんじゅう、あの和菓子屋さん。はいよ。気持ち悪い名前。スライム混ぜるのってこんな楽しかったっけってぐらい楽しい。紙粘土結構いっちゃおうかな。よし、まずいまずい。普通の紙粘土にいろいろラーメン混ぜただけ。やべえ、これやばい。全然違いますね、今のところ。今のところですけど、まずスライム系がない。すごい、いいじゃん、銀河系。いいね。交換する？ちょっと硬くなった、あのスライムね。この子の名前は何ですか？はい、はい、決まりました。ちょっと待って、すげえ、うわー、ピン、キラキラピンクくん、すげえ。何？2人でなんかそういうパフォーマンス、これアートかな。いや、とりあえず1個目完成したのでケースにしまっていきましょう。バイバイ。じゃあこんな感じでじゃんじゃん作っていこう。じゃあまずスライム作り、スライム選び。もう全然なんだ。よっよっ、せーの、じゃん。あ、じゃあ僕取ってあげます。じゃん。お、サンキュー。じゃあここから3つ選んでください。粘土いきましょう。よし。じゃあ、あともう2個、はい、ホログラムいっちゃおう。はい、ホログラム、紙粘土、あとどれ入れる？ビーズ。ビーズいこう。はい、じゃあ僕はデコパーツとラメ、あとスロール。せーの、じゃん。ちょっと探すか。レディーゴー。よいしょ。早い。せーの、じゃん。三つ目。せーの、じゃん。どんな感じになると思う？オレンジが見えなくなる。黒でね。粘土黒だからね。僕は結構なんか今回気も可愛いじゃないけど、ハロウィン、全然季節じゃないですけど、ハロウィンっぽくなりそうな感じがしそう。よし、じゃあ開けよう。まずスライムいこう。はい、よし。じゃあ一旦置いて、じゃああとまあパーツ類をさ入れていこう。すげえ。よし、もっと。オッケー、じゃあ僕。パーツが、まず包み込みます。難しい、今回難しい。お、早い。あ、ちょっと気持ち悪い今とこ。気持ち悪いこれ。さあどうなるかな。黒。あ、でも綺麗じゃん。ブルーのやつがこうキラキラしていて、うわー、目玉がいっぱい出てくる。うわ、もうダメな人は見ない方がいいかもしれない。気持ち悪い。なんでそっち向くの。結構閲覧注意かもしれない。これです。じゃじゃん。うわー、ちょっと気持ち悪い。ちょっと伸ばしてみよう。伸ばしてみます。全然。うわー、取れる。見られてるもん。見てこの感じ、なんか家に。やーだー、これ気持ち悪い。ピンクのこれが気持ち悪い、一番。なんかの卵みたい。はい、ごめんね。はい、はい、ごめんなさい。ちおちゃんのは。おお、黒。あ、でも、なんだなんだ。サイコロが。キラキラ見えてる。うんうん。なんか青いやつかっこいいね。あれ、ちょっとまたさっきで伸ばしてみようか。せーの。よーいしょー。手こう広げて。誰かの髪の毛。なんかすごいよ。なんかすごいよ。やば
2回目ちょっとホラーだよ。あ、忘れた、まだ完成じゃありませんでした。あ、いいじゃん。いや、僕はもうちょっとちいろちゃんが見えるようにちょっと可愛い系にしたいので、あえてのこれにしようと思います。じゃあ入れましょう。あ、可愛い。あ、さっきより見やすい。かわいい。あ、あ、もう一回伸ばしてみる。じゃん、ほら、こっち側ね、綺麗。綺麗じゃない。でもこれを少しずつこう伸ばすとちょっとだんだんと。じゃん。やだ。あー、この辺からもう気持ち悪い。ちょっとほら、ラスト、じゃん、よいしょ。じゃあ僕はこれ、せーの、じゃん。赤とピンクね、赤ピンク。よし、探しよう。のこれか。お、早い。さあ、パーツパーツ。じゃあ開けていこう。せーの、じゃん。2個目いきます。せーの、じゃん。はい、ラスト、せーの、やった。そして忘れちゃいけない、これね、好きなの選んでください。ちなみに僕はもう決まってます。どれ？こっちはもうキラキラを足したいの、これです。よいしょ。どんな感じになるの、これ。絶対可愛くない。じゃあ僕も入れていきます。このカラフルなスマイルはもうたくさん笑顔あふれてほしいからいっぱい入れます。はい、混ぜます。レディーゴー。でん、おー、なんかキンキラとかすっぱい出てる。おー、お、早い早い、負けてらんないぜ。よいしょ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 。いや、ボロボロ落ちすぎだろって落ちてますけど。よし、ちょっと伸ばしてみようか。赤色そんなに伸びない。おお、ピザールさん、あ、綺麗綺麗綺麗。さあ、僕はどうかな。おお、見て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 、綺麗、かわいい、ね、愉快だ。あ、いいね、これ。いっぱい落ちるけど、うん、やっちゃうんですよ、この人たち。ちょっと交換する？うん。騒がしいよ、この人たち。いっぱい出てくるから。ね？それ名前なんかある？ニコニコスライム。ニコニコスライム。これは？キラキラフルーツ。キラキラフルーツ。よろしくお願いします。スライム完成。じゃあチロちゃん、お気に入りのスライム1個だけ選んでください。じゃん。お、僕は最初のインパクトが強かったこれです。みんなは2つ目に作ったこのスライムとこのスライムの名前をつけるとしたら何にしますか？コメントで教えてね。ちいろちゃん、これさ、この卵型のスライム気になってたんだけどさ、うん、ちょっとこれで遊んでみようよ。うん、遊ぶね。うん、なんかおグラデーションがすごい綺麗。他にもさ、いろいろあります。こういうのなんかね、グラスとかとかとか、なんか裏か、裏はこうなってます。あとこれ、
さ、下から、あー、歌うとさ、面白いかもね。早く食べそう。あ、気持ちいい。これは？これこれ、ちょっと見よう。どうやって飛んだこれ。ここまでは行ったんす。どう取ればいいんだこれは。タコ。無理だよね。え、無理。できなかった。今日は海外のスライムキットを使っていろいろなスライムを作ってみました。ジロちゃん、どうこれ。があったらコメントお願いします。バイバイ。チャンネル登録よろしくね。グッドボタンもお願いします。ご視聴ありがとうございます。面白かったらグッドボタンお願いします。